ローウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初は、業務連絡からになります。本日より、この動画の説明欄のリンク経由で、視聴者プレゼントの応募の受付を開始しました。応募の締め切りは、2022年7月31日、日曜日、の日本時間午前11時になっていますので、この動画の説明欄にあるリンクをクリックして、表示されたサイトの空欄にアカウント ID を入力してください。この動画チャンネルの視聴者プレゼントは、heroes.com のプレイヤーが対象で、Facebook 版とモバイル版のプレイヤーには、視聴者プレゼントを送信できないシステムになっています。それでは、先々週の視聴者プレゼントの当選者発表を行いたいと思います。先々週の視聴者プレゼントには、517件の応募がありましたので、当選確率は、172分の1になります。厳正な抽選の結果、当選者は、987万2946さん、392万6947さん、1251万4715さん、1200万4609さんの4名に確定しました。4名の当選者の方、おめでとうございます。赤色のギフトパッケージの発送は、この動画が投稿されてから24時間以内に行いますので、商品がお手元に届くのを楽しみに待っていてください。さて、視聴者の皆様に理由を告げることなく、動画投稿を10日間ほどお休みしたことを、深くお詫び申し上げたいと思います。それでは、時系列で科学信者のみに何が起こっていたのかを、順を追ってお話ししようと思います。ことの発端は、サーバー調査が原因でした。大勢の視聴者様にご協力をいただいて、ゴールドリーグの公用語調査は終了したのですが、ウェブパソコン版のいくつかのサーバーと、Facebook 版のサーバーが未調査になっていました。そこで科学信者は、毎朝起床するとすぐサーバー調査を自分でできるように、Facebook 版の全サーバーの遊戯を始めてしまったのです。当初は毎日数十分ずつ、地道な作業を継続する計画だったのですが、ついつい Facebook 版の遊戯に夢中になってしまい、毎日4時間ほど、Facebook 版の遊戯をしてしまったのです。その結果、午前中は、Facebook 版の遊戯で精一杯となり、その日の活動は昼過ぎからになることが常態化してしまいました。ところがどういうわけか、お昼ご飯を食べた後は必ず睡魔に襲われてしまい、長いお昼寝が終わるのは、窓の外が暗くなった頃というありさまだったのです。こうなってしまうとやる気が全くなくなってしまうので、今日はアニメを見て寝よう。動画投稿は明日から頑張ろう。と決意するのが日課になってしまいました。賢明な視聴者様はすでにお分かりのように、あとは同じ生活習慣を10日間繰り返していたというわけです。あれ？これって、デジャブ？毎朝目が覚めては、Facebook 版のヒーローウォーズを遊戯して、眠たくなったら昼寝をする。夜はアニメを見ながら寝落ちして、目が覚めたら、Facebook 版ヒーローウォーズのレベルアップをチームレベル30まで頑張る。アニメ、鈴宮春日の憂鬱にて、エンドレスエイト、という、全く同じ内容のアニメが8日間も放映された伝説をご存知の方も多いと思いますが、科学信者も全く同じ生活を10日間も過ごしてしまったのです。最後の2日間は動画投稿をサボって外へ遊びに出かけましたが、気分転換が必要なくらい、心が病んでしまいそうだったのです。その回もあり、Facebook 版のサーバー調査も全サーバーで行うことができたので、結果的には良かったと考えています。Facebook 版のサーバー調査はとても興味深い事実が判明したので、この件については、別動画で改めて報告しようと思います。なんで別動画で報告するの？この動画で報告すればいいんじゃね？今月は投稿した動画が少なすぎて、YouTube チャンネルの収益がほとんど発生していないといった大人の都合があるのです。あと、この動画のサムネイル画像に深い意味は一切ないので、
気にしないでください。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。